にちは。こんにちは。じゃなくて前の投稿いつ？1週間以上前。投稿が遅れた理由とかあったりする？忘れてた。論外だ。ということで溶岩島とサンブレイクの新ステージの関わりがあるかもしれない説を言うよ。それまたなんで？ライズには BGM に隠された要素があるんだけど、それぞれ対になっているモンスターたちの BGM が男性コーラスと女性コーラスで分かれてるんだよね。確かに男性と女性が同時に歌っている BGM は聞いたことない気がする。いや、一応例外としてバゼルギウスがある。そしてラーゲンが男性だけだから、サンブレイクでエビル城が来るとき女性コーラスになると思う。まず分かりやすいものから見ていこう。タマミツネとジンオーガだ。こんな感じだよ。次にティガレックスとナルが来るが、そいつら強い要素あるの？あるよ。こいつら今まで出現ステージが一致したのは闘技場と塔を除いて1回しかない。確かに気象種も昼と夜で綺麗に分かれるし、モンハンの最終クエストには同時にいることが多いな。 BGM はティガレックスが男性。ナルが来る側は女性が歌っているね。このようにモンスターはバゼルを除いて男性コーラスと女性コーラス、イブシとナルハはヒノエとミノトが歌っています。男性と女性ではないものの、一応対にはなっているな。そしてこれがフィールドにも反映されていて、それぞれ対の対シャートと寒冷群島、水没林と砂原が男性と女性で分かれています。まず対シャート。これは聞き取りやすい方だね。溶岩島と水没林は若干聞き取りにくい。寒冷群島はこんな感じ。タマミツネやクリア BGM に似ているね。この2つのステージは最初から行ける初期ステージの2つであり、どちらも材質が木造です。次は水没林と砂原。ちょっと聞き取りづらいな。砂原は聞き取りやすいね。ちなみにこのステージ、唯一過去作のものと同時再生できるステージ BGM です。右上の焼きから聞きに行ってね。おすすめ。次は溶岩島。実はこのステージ女性コーラスなんだよね。そしてサンブレイクティガー映像の一番最初。なんだか不気味な男性の声が聞こえるな。このことから溶岩島と対になっているステージである確率がまあまああります。他のステージと比較してみても共通点多いな。例えば水没林と砂原はモンハントライで初登場したステージで、水没林が非常に湿気のあるステージ、逆に砂原はとても乾燥したステージだな。その通り。それに溶ステージとも石でできた遺跡なんだよ。これが非常に謎で、モンハン世界の建築はモンスターの素材や木で作るケースが多いんだ。サンブレイクの新ステージも溶岩島のものも材質は石なんだよ。他に溶岩島とサンブレイクのステージに関連性は？まず遺跡の散らばり方だね。大シャートが全体的に木造建築が散らばっているのに対し、寒冷群島はでかい線と空の頭の上のやつくらいしか目立った建築がない。また、砂原が全体的に散らばっていて特に地下が集落のようになっている。逆に水没林は目立ったものがピラミッドくらいで、砂原が地下なのに対し水没林は地上だな。そういうことだね。ここから溶岩島を見るとだんだん分かってくることがある。まず溶岩島での人の痕跡は左側に集中していて、ほとんど地表にあるんだ。あれ、でもこの画像はめっちゃ地表に白があるぞ。言うと思った。でもここの画像見ると、なんかここら辺凹んでるんだよね。多分だけど、真ん中にある城よりもっとでかい集落のような何かが地下にあると思うんだよ。砂原みたいにか。そういうこと。
確かにライズで5個ステージがあるのに、サンブレイクでは多分1つだから結構な広さあってもおかしくないな。それともう1つ、BGM で聞き取れるコーラスの聞き取りにくさも関係してる気がする。コーラスの聞き取りやすさは砂原、寒冷群島、大社跡、溶岩洞、水没林の順番、式で出てくる固有が明確であるほど聞き取りやすくなっているんだ。確かにバルファルクやミラボレアスなど公式設定で人間と争ったやつはコーラスがつきやすいな。実際にシュレード城は滅びて、異軍霊もバルファルクに滅ぼされてる。ナバルデウスもそうだね。あとイブシマキヒコも50年前にカムラの里を滅ぼした元凶だ。滅ぼされた人間の怨念なのかはわからないけど、固有ヘテキーがあるほど BGM にコーラスが残ってる。例えば砂原の老化流度は、私の故郷は砂に埋もれ、愛するあの人とももう会えないかもしれない。というバルファルクに対する怨念。寒冷群島だと、そうか、これはきっと竜の呪いだ。そうだ、もう二度と、この島からは出れないのだ。という絶望感。若干罪悪感を感じているようだ。大社跡だと、祈りを忘れた我々に、神はきっと怒りになられたのだ。本当に申し訳なかった。という罪悪感が強めだ。溶岩洞に至っては、これ以上調査できんな。もう帰ろ。という感じ。水没林はもはや固有に関する式がない。サンブレイクは最初のところを聞いた感じ、大体大社跡と同じくらいの聞き取りやすさだったから人間側にも何か問題があって城が滅びたと思われるね。激流層もあるしな。完全に固有に襲来される前提で作ってる。そんなもんかな。今日はこんな感じで終わっていくよ。ご視聴あざした。今日の動画はこれで終わり。おすすめ動画は右上から、最近の動画は左上からどうぞ。登録者が増えたり、高評価がついたりしたらやる気が出るかもですので、ぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画で。